ビオゴンの構成ビオゴンは、ルートビヒベルテレの手になる、広角レンズ、およびサイスブランドにおいてその名を引き継いだ一連の、対象型広角レンズである。名称は、ビオとゴンが由来。最初のビオゴンは1934年にゾナーの、発展系として設計され、スペックは35メートル MF2.4 ないし2.8であった。コンタックス用が発売され、当時この焦点距離では、 世界で最も明るいレンズであった。次に述べるビオゴン型の特徴がはっきり現れた構成ではない。その後、一般にビオゴン型といわれる対象型の広角レンズの名となった。航空用のアビオボーンを小型写真機用にアレンジしたものが最初で周辺光量ちを緩和するオウメニスカスを前後端に置いた凹凸凸ココという構成である。 春型の Y 曲周差の補正が難しい逆望遠型広角レンズと違い Y 曲が発生しにくい構成だがバックフォーカスが短く一眼レフカメラの跳ね上げミラーやデジタルカメラでもセンサー周辺の部材と干渉するためにそれらには使えないことも多い。サイスブランドのレンズには名前が同じでもタイプが大きく違うものもあるがビオゴンにはそういったものはない。ウズは日本製の ビオゴン T2.0 35ZM の構成である。ありがとうございます。